なりたかったんですよね。間違えて買ってた。あ、そうなの？嘘、関係ないやつ間違え、あ、関係ないやつか、びっくりした。そうそうなんですよ。それにちょっと憧れて、もともと鈴木恵美さんとかも大好きで、そう大好きで、あのそうちょっとね憧れてたんで、ちょっとパッツンにしてみました。はい、どうですか？めっちゃわかりやすいよね。そう、そう、めっちゃわかりやすいってみんなに言ってもらえて嬉しかった。そうなんですよ、そうそうなんですよ。だからちょっとあのちょっと平成を、あの平成生まれっていうか、まあ、今あのみんな平成生まれだけど、そうメンバーもね平成生まれだけど、あの平成を意識してこれからもそう平成を貫いていこうかなと思って、あの髪色もこんな感じにして、そう前髪をパッツンにしちゃいました。ありがとうございます。もう斜めにはしないですね。そうにしないですね。そう、どう似合ってますか？どうですか？似合ってる？でもなんかあれなんですよね、メールの返信とかリプとかでなんか若返ったって、そう若返ったって言っていただいて、そうなんか若返ったのかな、若返られて、若返られた、どう若返ったかな若返ったよ、あありがとう若返ったよ、ありがとう言うて若いん、ありがとうございます、ありがとうございます。結構ねそう年齢でまあいじられたりするんでありがとうございます。なんかねそうなんかね、そうなんですよ。ちょっと待って、充電器探してるんだけど、ちょっと充電器ないかもしれない。え、切れちゃうかな。今さ 40% なんですよね。ちょっとアウトかな。え、どうしよう、大丈夫かな、やばいかな。えーいいか、まあ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 、まあ、大丈夫か、ごめんなさい、ちょっとないかもしれないけど、大丈夫かな。まあ多分今日1時間配信しようかなと思ってるので大丈夫かな、ね、大丈夫かな、なんとかなりそう。厳しいかな、大丈夫かな、ね、40% なんですけど、 40% なら大丈夫ね。そうなんだよね、ちょっと待って、あれどこ行ったんだろう、充電器、充電器どこ行っちゃった、充電器、充電器なくなっちゃった。ちょっと切れたらごめんなさい、切れないとは思うんだけど多分大丈夫だと思う。あれ充電器どこ行ったんだろう、もういっか。すごいありがとうございます。ギリギリかなね、そうちょっと切れたらごめんなさい切れたらあの iPhone の方でやりたいと思います。どこ行ったんだろう。なんかさ今さあれが違うじゃないですか、タイプ C だからさ、タイプ C じゃないとささせなくて、うん、そうそうなんですよね。大丈夫かな、ちょっとまたギリギリまでちょっとごめんね、楽しみたいと思う。ちょっと 39% っていうことを今言っとくね。どこ行ったんだろう、あれあれね、そうどこ行ったかな、分かんないけど、そうありがとうございます、ありがとうございます。ということで、そうなんちょっと配信していきますね。そう 22% 大丈夫かな、ね、もし切れたらあの iPhone って言っちゃった携帯の方でしますね。うん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。うん、この調子で減るなら大丈夫か、大丈夫かなね。カットはして、カットはね前髪ぐらいかな、前髪ぐらいしかしてない。今ねそう髪の毛も長い方なのかな、ロングだよね、多分ロングの領域だと思うんですけど、うん、ロングです。今こんな感じです。はい、そうなんですよね。テーブルの上ないんだよね、あれどこ行ったかな、ちょっと後で探しますね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。そうだね、まだまだ伸ばしてそうかなと思って、なんかそうそうだね、伸ばしてみたいなって思っております。ずいぶん伸びたよね、多分すごい結構伸びたと思います。そうなんですよね、うん、そうまたタイプ C、 そうなんだよね、 iPad そうタイプ C なんだよね。うんね、ロングいいね、本当ちょうどいい色ですか、ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんかイエベ春なんですよ、私パーソナルカラーがね、そうなんかパーソナルカラー診断をした時にそうイエベ春で、そうイエベ春だとなんかこう明るい方がなんかね、なんかその得意みたいな色らしくて、そうこんな感じだと思います。うん、ありがとうございます。そうなんだよね、ここまでいったら伸ばしたらもう切るのもったいないよね。そうなんですよね、一番今あの自分が記憶がある中で一番長いと思うので、そう NGT 入ってからも一番長いのでちょっと伸ばそうかなって、そう過去一長いです。そうあメイド服の生写真可愛かった、ありがとうございます。そうぜひチェックしてみてください、ありがとうございます、ありがとうございます。あとね髪色なんだっけ、ハニーベージュって言われました、あの美容師さんに、ハニーベージュだそうです。うんね、あ好みですか前髪、ありがとうございます。なんかパツンって、パツンなのか、パツンか、パツンだね。
そう、ちょっと伸ばせるところまで伸ばしたいなと思います。あ、本当？予約済み、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、むぐりします、ありがとう。すぐ注文しました、ありがとう。重くはなんない？髪の毛重くなるかな、重くなるかな、どうだろう。でも今重さは感じてないけど、あのなかなか乾かないっていう悩みはあるかな。うん、なんかドライヤーしてもドライヤーしてもなかなか乾かないんですよね。うん、そうなんですよ。めっちゃ乾く、そう、乾かすのが大変かもしれないです。うん、ドライヤーが大変かな。そう、なんだっけ、そう、なめずしに、そう、漏れてたっていうのは、あのいつだろう、なんか、そう、前回じゃない、今回なんて言えばいいな、これから発売されるやつかな、多分これから発売されるやつがちょっとまたなんか今までのこう生写真のなんかこう撮影の仕方とか少し変わって、そう、少し変わったので、多分これから発売されるやつがちょっとまた変わった感じになるんじゃないかなと思ってます。それもちょっと楽しみにしていただけたら嬉しい。そう、今回は今回発売されてるやつは、そう、今までの感じで、でまたこれから発売するやつ、多分いつだろうね、夏とかに発売されるやつかな、がちょっとまた変わった感じになると思うので、待っていていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、楽しみ、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、楽しみにしてる、ありがとうございます、ありがとうございます。そうだね、基本はそうだね、生写真はいろいろその生写真撮影ですっていう時に、そう、いろんなカットを撮らせていただいたりしてます。うん、ね、ドキ生写真もね、そうだね、復活してくれたらいいんですけどね。うん、あ、そうだね、そうだね、結構そうだね、ちょっと前ぐらいに撮影させていただきましたね。うん、ね、そうなんですよ、はい。なので楽しみにしていただけたら嬉しいです、ありがとうございます。そう、あと何話そうと思ったんだっけ、あ、あ、そう、あの、なんだっけ、そう、あのあ、これ話そうと思ったんだ、そう、これ話そうと思ったんですよ。そう、さあ、この間の4日のフェスあったじゃないですか、これずっと話したかったことだ、そう話したことがあって、そう、ずっと思い出した、なんかこの間もなんか何なんか話そうと思ったんだよなと思って忘れちゃってたんだけど、そう、この間の4日のさ、フェスが1曲目が撮影可能だったんですよ、撮影可能だったんですね。そう、撮影可能で、でその亀戸席っていうのもあるじゃないですか、亀戸席っていうのでカメラで撮ってくださる方もいたり、あとその皆さんのお持ち のスマートフォンで撮ってくださる方とかもいらっしゃってて、でそう、撮影可能だったから、まあね、そう、皆さんがツイッターとかに載せてくださるじゃないですか、撮ってくださった写真を、そう、スマートフォンで撮ってくださった写真だったり、その亀戸で撮ってくださったカメラ、あ、亀子っていうかカメラで撮ってくださった写真をね、撮って載せてくださったりとかするじゃないですか、でそのエゴサするじゃないですかエゴサして、あ、撮ってくださってるんだなって、そう、あ、すごい皆さんね、そう、素敵に撮ってくださってて、そうね、見てたんですよ。で一つ1枚だけうっと思った写真があってうっみたいな、そう、と思った写真が、なんかそのスマートフォンで撮ってくださった方がいて、多分なんかこうあれなんですよね、まあ動いてたりとかするじゃないですか動いてたりするから、多分なんかの現象で、何かわかんないけど、何かがどうなったかわかんないんだけど、私の顔はなんか服洗いみたいになってて、なんか目の位置がこことここみたいになっちゃってたりなんかすごいことになってたんですよ。そう、そう、すごいことになっててそう、なんかすごい現象が起きて、ちょっとメンバーにも見せたんですよね。そう、見せて、ちょっとすごいことになってないって、そう、ちょっとびっくりして、多分その撮ってくださった方は多分私メインじゃなかったんですよ私メインじゃなかったから、多分載せ、まあ私は いたと思う、いたけど、そう、なんか私メインで撮ってくださったわけじゃなかったから、なぜかこの端にいたからっていうのももしかしたらあるかもしれないんですよ。そのカメラのその端っこ、端、なんていうんだろう、その映る範囲のここら辺にいたから、歪んじゃったっていうのがもうあるのかもしれないんですけど、すごいなんか服払いみたいになってて、なんか並べたみたいなみたいになっちゃってて、そう、だからあ、そう、何人かに映ってるやつでみたいな感じで、そう、なのでちょっとね、びっくりしたっていう話、これそう、話したかったんですよね。そう、アップにした時に、あれ私みたいなちょっと大笑いしたいぐらいになるけど、そう、なんかちょっとなんか心霊写真
点まではいかないんだけど、なんかすごい歪んでて、歪んでたんですよね。そうびっくりしちゃって、なんかほんとここなんか多分まあ動いてたりとかして、なんかもう写真のね、そのなんか端っこにいたから、ちょっとなんかこうなんていうんだろう、画角的にもブレちゃったりとかね、なんか歪んじゃったりっていうところもあるじゃないですか。そうだからちょっとあれなんですけど、でも本当にびっくりして怖いってなってたんですよね。そうだからちょっとあのね、もしあの全然おー、あのあれなんですよ、全然面白かったんでいいんですけどよかったらあの載せる時とかあのチェックしていただけたら嬉しいです嬉しいです。そうあ全然他の子は大丈夫だったんですけど、なぜか私がなんかね、そうなんかすごいことになってて、そうなんですよね。そうなぜか多分私がまあ動いてたっていうのもあるんですよね、躍動感があって、そうあれだったんで、そうちょっとね歪んじゃったっていうところはあるかもしれないんですけど、ちょっとなので気をつけてあの見ていただけたら嬉しいなって思います。はい、そうなんですよね。ちょっとねお正月感出ちゃって、なんかお正月かなみたいなみたいになっちゃってて、そうだったんですよね。なのでそう見てあの載せる際には見ていただけたら嬉しいです。あ全然あの怒ってるとかじゃないんですよ。そう怒ってるってわけじゃないので、そうそうなんですよ。そうそうカメラが対応できなかったのかな、わかんないけどね。そうリカ姫だったらリカちゃんだったら、そっかそっか。そうなのでね、そうよかったらあの載せる時とか、あのよかったらちょっとだけ注目していただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。そうすごいね、福笑いみたいになってたんだよねなんでかね、わかんないけど、そうこことここに目があったんだよね。すごいよね、あんまりない現象だったんですけど、そうそうなんですよね、不思議なことがありました。本当他のメンバー見てた、本当私が福笑いになってたってでもみんなにね見せた。あもめありがとうございます、あおめでとうございます、素敵な1年になりますように、お誕生日おめでとうございます。そうなんですよね、確かにね、オフィシャルでは見れないけどね。そうなんですよね、そう笑い話でした、本当にびっくりした。そう自分が福笑いになってたあ全然ね、全然あの全然あのはい、すごく面白かったので、ありがとうございます。すごいね、でもやっぱりね歪んじゃう時は歪んじゃうんだよね。そうだよね、しかもさ踊ってる時だからなおさら難しいよね。ね、ありがとうございます。そうありがとうございますそう福まりなみたいになってた、本当に、うん、あおめでとうございます、素敵な1年になりますように、なりますように、ありがとうございます。そうあと何話したかったんだっけ、なんかねショールームの前にこれ話そうみたいな決め、あそうだ思い出した、そう思い出した、そう明日公演なんですよ、明日公演で、そうさっきもコメントでコールするねって言ってくださった方とかもいらっしゃったんですけど、ありがとうございます。そう明日からコールが聞きます、ありがとうございます。そうなんですよ、なんか今日リハとかもしてて、そうあの二人乗りの、すごい噛んだすごい噛んだ、二人乗りの自転車の時とかもあのファイボーワイパーだっけ、なんかわかんないわかんない、ごめん間違ってたらごめんね、多分それとかも聞けたらいいなって思っております。うん、そうありがとうございます、喜び待ってるね、ありがとうございます。あファイボーワイパーで合ってる、ありがとうございます。でどういう意味なんだろうね、ワイパーってどういう意味、車のワイパーかなってどういう意味なんだろうね。そう久しぶりですよね、あ本当ありがとうございます、復習しててありがとう。なのでよかったらあのそうですね、新潟西潟のところもそうですし、あとどこだろうな、あとあそうリカちゃん入れてくれてたね、どこだろうな、あとそう汗をのところもそうかなね、かなところとかだったりとか、歌わりのところ種をまいて水をあげとかもそこも歌わりだったりするのでよかった。あ今考えたらあかんか、あそっかダメかクイックリワイパーそうなのでよかったらよろしくお願いします。あそっかね、ミックス言えいつも言えない、えわかる、私も言えない、なんだいつもね、あのなんかよくわかんないんだよね、私もずっと覚えられてないんだけど、よかったらぜひお待ちしてます、明日いいな、えぜひね、またあのこれから公演もございますし、よかったらお待ちしてますね、ありがとうございます。三連ミックスとか、三連でやってるミックスとかいる、え言えないと思う、なんかこういう感じっていうのはなんか何だっけ、なんかさ一回一番最初がカタカナで2個目がなんか漢字になるよね、漢字になってなんかもう一つが分かんないんだけど、そう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 なんですよね、
よかったらぜひよろしくお願いします。はい、楽しみにしてますそう、あ、そう、分からない時はじゃあじゃあだけ言うとか、あ、そうだねそうだね、全然ね、全然全然あれなので、あ、ありがとうございます。そっかそっかそっか、そう、言えない時はごまかす、うぅじゃあじゃあみたいなみたいな感じでそうね、全然言っていいと思います、全然。そうなので、そう、私も全然ね詳しくはないんですけど、そうなので皆さんよかったらよろしくお願いします。楽しみですね。ね、久しぶりだもんね。え、3年ぶり、約3年ぶり、あ、カラオケで練習ときも、ありがとうございます。ゴミだけね、そう、タイガーまでしかわかんない、そうだよね。復習してたので早く来て待ってますよ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。そうだよね、だってマスクしてさ、メガネしてるから曇るよね。そうだよね、曇りますよね。そうだよね、そうだよね。ね、それっぽいこと言ってごまかすかな、これ欲しいかな、あ、ペンライト、あ、全然、あのね、みんなに合ったスタイルで、見てくださったりとかコールしてくださったら嬉しいので、ありがとうございます。約3年ぶりか、そっか、そっか、声出し OK の声に恥じるの初めてだ、ありがとうね、待ってますね。明日はおとなしくしておきます。明日は明日はなの明日はなのそっか、待ってるね、ありがとうございます。あ、見る、楽しみ、ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そう、キャッチフレーズもいますし、よかったらあのマリナを聞けたら嬉しいなって思います。はい、ありがとうございます。27日、あ、待ってますね、ありがとうございます。リズムよくマーリナ、マーリナ、マリナ、あれ違う、絶対最後違うでも OK、 そうですね、ありがとうございます。よかったら、そう、お待ちしておりますね、皆さんの、そう、コールを。そうだね、嬉しいです。うん、楽しい公演になりそうだね。嬉しい、ありがとうございます。 DMM で見るからね、ありがとうございますね。新潟、西潟もぜひよろしくお願いします。そう、私マリナ呼びなんですよね。まあ、あれかな、な、あ、ちゃんの子もいるのかな、ちゃんもいる、ちゃんってまあんまりいないかなね。ありがとうございます。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、マナちゃんとか、そっか、そっかそっかそっか、マナちゃんとか、そっかそっか、マナちゃん、そうだね、荷物の子だとあのちゃんつくのかな、ひのちゃん、あ、そっかそっかそっか、荷物の子だとちゃんがつくんだね、かほちゃん、そっかそっかそっか、そうだね、そうだね、そうだね、そうかもしれないね。あ、マリナコール、ありがとうね、ありがとうございます。そっか、荷物、あ、ゆかちゃんも、そっか、ゆかちゃんか、そっかそっかそっか、ありがとうございます。そっか、そうなりやすいんだね。そうか、リカちゃん、あー、リカちゃんもそうだね、あおちゃん、あ、あおちゃんもそっか、みゆみゆって、みゆちゃんか、そっかそっか、じゃあ3文字、そっかそっか、だいたいその3文字の子は3文字で読んで、2文字の子だとちゃんがつくのかな。そっか、まゆちゃんとか、そっかそうだね、そっか、じゃあまりなちゃんにはならないんだねまりちゃんはありだけど、まりなちゃん超絶かわいい、まりなちゃんなっちゃうかあ、文字余りになっちゃうか、まりなちゃんそっか、早口になっちゃうか、まりなちゃんそっか、そうだね、そうだねこれ、あれ、そうだよねそうだよね、まりなちゃんになっちゃうから、そうだね、じゃあまりなーなかな、合わないねそうだね、もし呼ぶとしたらまりちゃんだね。そっかそっか、でもまりなになるかな、よかったらちょっとまりちゃん呼びの方もぜひあのコールの時まりなでよろしくお願いしますそうだね、よろしくお願いします。ガタちゃん、ガタちゃんって呼ばれたことないな。ガタさんっていうのはあのスタッフさんから呼ばれてるんですけど、ガタちゃんはないかもしれない。そうだよね、タタタタンのリズムだもんね。あー、ガタピーもない、あ、ガタピーでコールされたこともないかもしれない。確かにガタピーもないかな、ガッチャーもないなねえ、そっか、ありがとうございます、ありがとうございます。ガータピ、ガータピガータピ、ガータピって、それもそれで可愛いね。うん、あ、久しぶりに声出しドキドキする、ありがとうね、ありがとうございます。なんかガータピも可愛いねガタピってガタネコールもないね。そうだね、なんか前はあったかな、前あったかな、超絶可愛いガタネってあったかな、あんまなかったかな、最初の頃あったのかなね。じゃあ、熱くなりました、ありがとうございます。確かになかったかな、なかった
かな、ね、聞かないよね、ガータねガータねとかないもんね。そうだね、確かにゆかちゃんはガタピーって呼んでくれるけど、そっか聞いた覚えないか、そっか曲終わってなんかなんかイエーイとかっていう時とかはあれかもね。あと自己紹介の時とかね、そうだよガタねーとかって言われたことはあったけど、確かにコール中にガタねーって言われたことなかったかもしれない。そっかね、そうかそうかそうか、聞いたことはない。そっか、じゃあだい、じゃあずっと私さマリナコールか、あどうなのか、そっかそっか、ありがとうございます。そっかそっか、じゃあみんな、じゃあその時はあれだったのかな、ずっとマリナ呼びしてくれてたんだね。ありがとうございます、ありがとうございますね、久しぶり、怖い、待ってますよ、ありがとうございます。え、いいですか、ありがとうございます。そう、みはるかちゃん呼びだね、うん、なのでよろしくお願いします。なんか楽しみだね、うんね、なんかどんな感じなんだろう、なんかハラハラするドキドキハラハラワクワクします。うん、明日新しい呼び方で呼び方が生まれる、え、なんだろう、ガータピガータピガータピ、それもまあ可愛いけどね、うん、私ちょっと気に入ってる今、ガータピガータピって可愛いよね、なんか逆になんかいないからさ、そうガータピってピでちゃんと飛べるやつね、ガータピガータピーとかじゃなくてガータピって飛べるやつね、うん、なのでそうだね、コールのみは、コールはマリナの呼びになるかな、なのでよろしくお願いします。はい、え、友達は、中学の頃の友達、小学校の頃の友達はニッシーって呼ばれてます、ニッシーって呼ばれて、そうニッシーって呼ばれてる。で中学で、他のなんて言うんだろう、小学校一緒じゃなかった子たちには、中学校から一緒になった子たちにはマリナって呼ばれてます。うん、そう、高校では完全にマリナになったかな、だから中学校の時はニッシーかマリナがいたかな。そう、マリちゃんは全然いなくって、そう幼稚園の頃とかはマリちゃんいたけど、本当アイドルになってから NGT に加入してからマリちゃんってそう呼んでいただけるようになったんですよね。そう、あとガタネもそうだしね、うん、そうなんですよ、ニッシーって言われた、そうだね、ニッシーどうなの、ニッシーどうなの、いける、超絶可愛いニッシーニッシー、ニッシーもいけるか、ニッシーもいけるんだね、そうだね、そう普段は親、お母さんとかには呼ばれるかな、マリちゃんって、そうそうですね、マリちゃんって呼ばれるかな、うんそうだね、ニッシーのイメージない、本当、そうそうだね、そうですね、ガタの方はなかったかな、だいたいニッシーっていう名前つく方絶対ニッシーって呼ばれる説ありますよね、うん、ネッシーみたい、確かにネッシーみたいですよねかな、そうですね、なので楽しみにしております、ありがとうございます。なんか、ね、そのミックスもなんか思い出してくださる方とかもいらっしゃったり、そう過去の映像見て、あこんな感じだったなってね思い返してくださる方もいらっしゃってありがとうございますね。え、どこのタイミングで聞けるんだろうな、誇りの丘とかも聞けるのかな、全部頭3曲は聞けるのかな、あとユニットの時も聞けるのかな、楽しみだね、そうだね、なんかどんな感じになるんだろうね、楽しみ、リクアミルプ大丈夫、あ、そっかそっか、そうだね、そうだね、体が覚えてるもん、あ、ほんと喉覚えてる体っていうか喉っていうか頭っていうか覚えてる、そっか、ユニットもあるんですよね、そう、なんかまた違った感じになるよね、そう違った感じになりそうだよね、うん、あ、そうなんかね、そうですよね、なんかその夜公演、なんかお昼公演当たったけどみたいな、そう夜公演外れてしまったっていう方とかもいらっしゃってて、そう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 、楽しみだね、覚えてる、よかったよかった、あ、20日待ってるね、ありがとうございます、そうなんか明日そう両方とも外れてしまったっていう方の方もいらっしゃってね、うんね、ありがとうございます、あ、そっか、君のニュースではそうだよね、入ってないよね、そうだね、君のニュースでは入ってなくて、そうだね、あ、4曲、そうだ、あ、3、そうだね、ユニットと、まあそうですね、頭3曲は入ってるね、そっかそっかそっか、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、本当すごい思い出します、ありがとうございます、そうだよね、なんかびっくりして動揺してさ、あ、こんなタイミングで、あ、あったんだと思ってさ、動揺してさ、振り間違えちゃったりしたらどうしようそしたらちょっと多めに見てね、ごめんね、そう多分大丈夫だと思うけど、今日もしっかりリハさせていただいたので、そうよかったらそうお待ちしてる、ちょっと動揺、なんか動揺しちゃうかもしれないね、雰囲気また変わるよね、ねちょっともし間違えたらちょっと多めに見て、間違えないようにするんだけど、そうね、なので楽しみです、
ね、あ、声出しが間違えそうでね。そっかそっかそっか。自分の歌ありではコール来ると思っていい、思ってていいかな。どうしよう、思ってて来なかったらどうしよう思っててな、なんかさ、待っててさ、聞けるかなと思ってさ、そう待ってて聞けなかったらどうしよう。なのでちょっとあの言っていただけたら嬉しいです言っていただけたら嬉しいです。どうにかして間違わせる、なんでなんで動揺させようとしてる来るかな、なんかそう汗を流したの時とかさ、ちょっとこうなんか来るかなと思って聞けなかったらどうしよう、ちょっとねちょっと悲しいから、そうよかったら、あのよかったら聞けたら嬉しいなって思います。はい、大丈夫かな、ね、よろしくお願いしますね。うん、そうだよね、一瞬の歌ありでさ、そうなんよ、そう一瞬の歌ありで、あのあれですよね、あのね、そうの、いや、この子の名前パッて出てパッてさ、ね、呼ぶからさ、そうだよね、そうですよね、ありがとうございます。よかったらぜひよろしくお願いします。あ、今日そうリハね、そう3期生ともそう合わさせていただいて、でもほんとみんなすごくて、そう、歌わりとかも振りとかももちろんそうなんですけど、そう、動線とかもそうちゃんとね、そう覚えててくれてて、そう嬉しいです、ありがとうございます。本当にね、楽しみ、これからみんなとねどんどん一緒に出れたらいいなって思ってるし、うんね、そう本当に偉いんですよね、偉いよね本当に。ガータピーで動揺させないでガータピーで動揺させないでね、うん、あ、そう靴がねちょっとね高いんですよね。そう、ほこりの丘って多分一番あの今までの振りのあれかな、フリーダンスとかっていうかその曲のやつの衣装の中で一番ね高いんですよ。そう一番高くて、そうなんだよね、だからちょっとね3期生とかもね、ね、こんな高いんだってびっくりされる子も多くて、そう私も最初初めて会えた時そうだったな、そう高いんですよ、一番高いかな多分、そう一番高いんですよね、うん、そうなんですよね、グギってしてる、そうみんなグギってしちゃう、そうね、そうなんですよ、履き慣れないとね怖いんですよね、結構高いよね、結構明日ね来てくださる方とかよかったら注目してみていただきたいんですけど、靴がね結構高いんですよ。そう、くじかないように気をつけるね、そうこうね、みんなが通る道なんですけどね、ほこりの丘でね、うん、そうなんですよ、高いんですよねヒールがね、うん、そうね、あ、よく転ばないなって思う、そうですよね、そうですよね、だからそう、あ、そう私も身長高く見えるかな、で萌ちゃんとかさ、もともとみゆみゆとかもさ、その身長高い子が履くとさらに身長ね大きくなるんですよね、そうなんですよ、気をつけますね、ありがとうございます。そう、よかったら見てみてくださいね、そうヒールだったりとかも、なんかドキドキですね、ありがとうございます。なんかそわそわして今日寝れるかな、寝れないかもしれない寝れないかもしれない、うん、ね、そうね、ね、あ、壊さないでね、壊さないように気をつけるね、そう多分今のところ壊してないから大丈夫です大丈夫です、うん、ね、あ、靴飛ばしもねないから大丈夫だと思います、うん、そうね、私全部、あ、そうだね、祈りの靴のブーツ以外は全部、あ、そうだね、全部あれ私シューズバンドついてるかも、うん、シューズバンドついてます、はい、頑張って、ありがとうございます、遠足でも行くような気分ですねそうなんですよね、うん、あ、本当そわそわしてる、ありがとうございます。なんで高い靴、あ、まあ確かになんか多分衣装に合わせてね、合わせてくださったんだと思うんですよね、そう衣装に似合う靴を探してくださったりとかして、そうだね、うんね、ありがとうございます。靴が飛んできたらキャッチするのでサインください。靴飛ぶことあるかな、どうだろうね、なさそうな気もするけどね、どうなんだろうな、ね、DMM で見させていただきます、ありがとうございます。あ、洗濯が終わりました、こんばんは、ありがとうございます。うん、夢シナの時、そう夢シナの時はあの靴がね、そうあれだったんですよね、あのそこがちょっと剥がれちゃったんですけど、そうなんですよね、あ、そうそう、もともとね、そう AKB さんがね楽曲でね、そうやってたもんね、そうだよね、そうそうなんです、ありがとうございます。そうずっとね、そう出演させていただいてるので、これからも出演できたらいいなって思ってるし、そう最近ね一期生一期生一人なんですよね、そう明日も一人かな、一人だよね、そう1人、あ、間違えた、明日は2人だ、日向がいるから2人だ、ごめんなさい、日向がいるから2人なんですけども、ちょっとその前とかが1人だったとことかが多くて、そうそうなんですよね、なのでちょっとあの1期生の1期生を2人で見せたいと思います。そう、れいちゃん舞台だしね、
そうなんですよね。うん。ね、そうなんですよね。うん。そう、久しぶりに見た。そうだよね、久しぶりに見るかな。そう、続けていこうで、続けられたらいいですね。でも今のところずっと出させていただいてるので、なんか途切れる予定もないので途切れる予定もないから、そう、そうなんですよね。多分今のところは出続けたいなって思ってるし、出る予定だと思いますので、見てくださったら嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございます。うん、記録伸ばしてほしいね。どこまで記録あれできるかなね。あ、そっか、日向、そっかそっか、今月1回のみ、あ、1回のみ、そっか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 ね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そうなんだよね。だから1期生あの1人の時も1期生が少ない中でもちょっと頑張っていきたいなって思っております。はい、あのね、公演を見てあの2期生推しの方がね、あの私のことも気になってくださった方とかもいらっしゃるので、あの私いつでもあの推してくださることは嬉しいので、はい、よかったら注目していただけるように頑張ります。いつも出演されてて嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございますね、嬉しい、ありがとうございます。そう、そうなんですよ、皆勤賞なので、はい、よろしくお願いします。そうなんです、よろしくお願いしますね。うん、3期生推しの方、3期生推しの方、3期生推しの方どうだろう。今のところね、3期生の方からあの私へっていうところはパターンないんですよパターンがなくって、そうないので、ちょっとそうですね、このリバイバル公演を通して3期生推しの方にも少しでもいいなって思っていただけるように頑張りますね。うん、あ、写メ会に行ったことあります、ありがとうございます。ぜひまたお待ちしてますね、ありがとうございます。そう、そうなので、よかったらぜひよろしくお願いします。いいね本当ですか、いいなと思ってます。本当に逆、逆はある、逆はある、どういうこと、どういうこと、逆、あー、私推しの方から3期生に興味、あ、うん、そうだね、興味ありありの方の方が多いかなそうね、うん、そうね、私から2期生に興味ありありの方も多いし、私から3期生に興味ありありの方多いですね。うん、だんならそっちの割合の方が多いかな多いですね。なので、あの、気づいていただけたら、気づいていただけるようにしたいなって思いますそうね、そうなんですか、そう、全然あります、全然あります、うん、ありますね。そう、ありありです、ですよね興味ありありですよね潜ります、あ、潜っちゃったありありゃ、そうなんですよ。そうなので、そう、もっとね、あの、興味持っていただけたらいいなって思うし、そう、全然、なんだろう、教えんされたら悲しいけど、あの、おしましはOK なタイプであると思うのでOK なタイプであると思うので、うん、なのでね、興味持っていただけるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。逃げてなんだよありがとうございます。あ、そうね、スイスイもね、出演そうだね、そうだね、そうしますので、はい、楽しみです。よかったらよろしくお願いします。うん、そうだね、思う、思うだよね、多分そんな、そうですね、めっちゃ厳しいってわけではないからめっちゃ厳しいってわけではないけど、でも押し続けていただけたら嬉しいなって思います。はい、そう、ありがとうございます。あ、そうなんだね、あら、飛び越し、そっかそっかそっか、まやちゃんも好きだよ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。あ、そう、りかちゃん出るね、そうだね、そうだね、ありがとうね。そう、私しかの人も嬉しいし、私に興味持ちつつ、あの、他のメンバーにもね、興味持ってくださる方も嬉しいし、そう、ありがとうございます。あ、ごめん、一瞬カメラ見せになっちゃった、ごめん、カメラ見ちゃったごめんなさいね、すいません、ありがとうございます。あ、止まった、動いてる、え、暗くなった、動いてる、あ、びっくりした、一瞬止まった、大丈夫かな、なんかたまに更新してみてね、ありがとうございます。なんか私のところでは動いてるんだけど、あ、動いてた、よかったよかったね。あ、充電はね、大丈夫、今ね 25% 多分 20% になった時にちょっと止まっちゃうかも、あの、あと 20% ですっていう表記が出ちゃうから、その時ちょっと止まるね、その時、今はね 25% だから大丈夫、あ、大丈夫だった、よかった、ありがとうございます、よかったよかったね。そうなので、あ、マリネがいるから行くんだけどね、ありがとう、待ってるね、ありがとうございます。興味は消えません。じゃあ興味を、もっともっと持っていただけるように頑張りますね。でも、そう、リバイバル公演を、そう、あの、出続けてて、その皆さんがね、見に来てくださることもすごく嬉しいし、そう、
でもこうやってね、その2期生推しの方とかも私に興味持っていただけることもすごく嬉しいですし、なのでそう皆さんが楽しみ、私がね、私なんか分かんないけど、なんか自分でなんかなんて言ったらいいのか分かんないけど、なんか皆さんがこう待っててくださるんだったら私はずっと出続けたいなって思っております。リバイバル公演、うん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。 25% そう充電したかったんですけど、なんか充電器がちょっとそうどっか行っちゃって、そうちょっとね、そうちょっとどっか行っちゃったので、ちょっとこのまま頑張る、もし切れちゃったら携帯の方で配信しますね。ありがとうございます。そう出続けてほしい、出続けたいと思います。こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。そうなのでね、そうこれからも私が出る時とかにも来ていただけたら嬉しいなって思います。ありがとうございますね、本当にね、遠くから来てくださる方だったり、貴重なお休みを使って会いに来てくださる方とかもいらっしゃったりして、そうありがとうございますね、仕事終わりでも見に来てくださる方とかもいらっしゃったりして、そう有給使ってね会いに来てくださる方とかもいらっしゃるので、そうだから自分にできることを最大限にしたいなって思ってるし、毎回毎回公演を一つ一つ大事にしていけたらいいなって思っております。はい、でどこにいても見つけてくれて嬉しいです。見つけます、そう劇場はね近いんですもん、近いから、そう皆さんのこと見てるので、ありがとうございます、ありがとうございます、行けるとき行く、ありがとう、ありがとうございます。そうだから今日のリハとかも見返してたんですけど、撮った映像とかね見返してた時に、そうなんか自分がこうしたいなって思ってたところだったり、なんかこうなんか本当私ってあれなんですよ、なんかバーンってボーンみたいな感じじゃないんで本当なんかもう一つ一つをなんかこうね一つ一つこなしていくっていうタイプなので、そうなんかこうなんて言うんだろうな、なんて言うんだろうな、そのなんかねボーンって跳ね上がるタイプではないのであれなんですけど、でもなんか自分がこうやってリハの映像とかを見返した時に、そうなんかこういう風に、あ自分がこういう風にしたかったことができてるっていうのがなんかこう目に見えて分かると嬉しかったんですよね。そうなのでこれからもちょっとずつですけど頑張りたいなって思っております。意味わかんないよね、バーンボーンってなんて言えばいいんだろうね、なんて跳ね、なんかすぐにボーンって跳ね上がるタイプではないので、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、なのでそこめね、疑問めっちゃ多かったよね今年まだ行けない、ぜひね、そう来られる時お待ちしてますね、ありがとう。今月行くの、あ全然待ってるね、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、頑張って飛んでる、本当ありがとう跳ね上げられる、跳ねられるようにもっと頑張りたいなって思っております。ありがとうございます、よかったらそう見ていただけたら嬉しいなって思います。うんバーボーだとついていけなくなるあ本当、逆にじゃあバーボーじゃなくてよかったかなありがとうございます、ありがとうございます。え大丈夫このコメント、マリナがいっちゃん好きって書いてあるんだけどさ、アットマークの後全然違うよ、大丈夫これお疲れ様です、ありがとうございます。今ちょっとなんかチラッと見ちゃったんだけど、ごめんチラッと見ちゃったんだけど全然違うんだけど、大丈夫怒られるこれ推しメンが見てたら怒られるよずっと見てる、ありがとうございます、ありがとうございます。今びっくりしたよね、全然違うと思って、明日楽しみにしてます、ありがとう、待ってるね、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。大丈夫じゃないよねイリュージョンみたいなの起きちゃってるよね、うん、私やったのマークとか結構見てるんで、そう見てます、はい、そうありがとうございます。あ DD だけど、あ DD なのねDD だけどって逆に開き直ってるのいいよねそうですね、そうですね、うん、なのでそう一つ一つ声ね、これからも出演させていただくので、よかったらぜひよろしくお願いします、楽しみにしてますね、ありがとうございますね。本当にそうなんかその前回も話したんですけど、本当になんか毎回そう本当にありがたいことに声しますって言ったらさ、本当に待っててくださる方がいらっしゃるので、うちは持っててくださったりとか、サイリウムをねピンク紫にして待っててくださる方とかもいらっしゃるので、本当にありがとうございます。本当にこれは本当にすごいことだと思うんですよ、本当に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 、そう本当にねありがとうございます。だからさ、そうだって今までずっと公演させていただいてて、なんかそのいなかった日っていうのがないんですよ、
そう、本当にこれは本当にすごいことで、今まで公演させていただいて、私が出演させていただく時に必ずその私のさ、サイリウムだったりうちわだったり、あのグッズを身につけてきてくださる方が待っててくださってるから、そう本当にすごいですよね。ありがとうございますね。本当にいてくださるっていうのは本当に嬉しいです。ありがとうございます。そうだよね、本当にそう、ありがとうございます。うん、嬉しいです。そう、劇場で見たいの、ありがとうございますね。ありがとう、嬉しいですね、本当に。そうそうですね、ありがとうございます。リバイバル公演、ユニット曲一周してみたいですか。でもやったことないユニットは挑戦してみたいなって思っております。そう、これもすごいですよね。だってアイドルになれたから必ずしも応援してくださる方がいるとは限らないじゃないですか。だけどアイドルになってこうしてさ、今見てくださる方とかもいらっしゃるし、こうやってね、そう、劇場だったりショールームもさ、やりますって言ったら見に来てくださる方とかがいらっしゃってて、だからすごいですよね。ありがとうございます、本当に。そうですよね、あ、冷蔵庫もやってみたい。冷蔵庫、ゲスゲスもゲスもね、やってみたいなって気持ちもあって、なんかちょっとみんながさ踊ってるじゃないですか、リハの時とか。なんかそこで端っこでなんか真似したりとかするんですけどね真似したりとかするんですよ。なんかそうしたりとかするから、なんかでもやってみたいなって思うし、あと左腕とかもまたやってみたいなって思います。そう、真似するんですよね。うん、そう、当たり前ではないですもんね。だからこうやって普通の女の子だったじゃない。そう、普通の女の子だったからさ、そう、そこで本当に合格しました、素敵な衣装と素敵な楽曲をいただいて、そう、素敵な髪型をね、セットしていただいて、素敵な楽曲をいただいたりして、そう、素敵なステージを用意していただいて、そう、ね、本当に多くの方が協力してくださって、ご協力してくださって今の私がいるので、そう、ありがとうございます。だからすごいよね、普通に学生だった女の子だったじゃん、みんなね。そう、みんなね、そう、うん、働いてたっていう子もいるしね、そのメンバーの中には。そうだけど、そのアイドルになりたいっていう気持ちから出てきて、こうやって NGT にね、そう、入って出会ってってね。だからそう思うとすごいよね。うん、ね、あ、今ね、まだ 22% です。そう、そうなんだよね、ありがとうございます。そう、え8年経ってる、その気持ち。え、でもずっと思うよ、これはずっと思ってて、なんか1年目も思ったし、2年目も思ったし、3年目も思ったし、4年目も思ったし、5年目も思ったし、6年目も思ったし、7年目も思ったで8年目も思ったし、9年目になった今もずっと思ってる思ってますね。そう、ずっとずっと思ってる。うん、思ってるかな。そう、だからこうやっぱすごいなって思う。うん、だってねえ、ねえ、ありがとうございます、本当にありがとう、本当に。そう、毎年毎年ずっとずっと思ってる。うん、ね、だから素敵な衣装をいただけて、本当になんかね、恵まれた環境にいるなって思います。うん、ありがとうございます。そうだね、わちゃごなどっていう曲もいただけたりね。うん、ありがとうございます。日々感謝です、本当に。だから本当はね、いっぱい幸せに、小さな幸せに溢れてるんだけどさ、毎日ね。そう、だけどそれがなんか小さな幸せに気づけなくて、なんかそれ以上になんかこう、なんかこう悲しいことにとらわれちゃったりとかっていうこととかも、人生いろいろあるからさ、あるからね、そっちになんかこう向けちゃって、なんか悲しい気持ちになったりとかするけど、結局全部思い返したらさ、すごい毎日幸せだから。そうね、ね、あんま引っ張られないようにはしたくないよねね、うん、こうやって生きてることも幸せだし、うん、ね、なんかだんだんなんか大きい話になっちゃったすっごい大きい話になっちゃったすっごい大きい話になっちゃったけど、そう、だからね、本当はね、毎日毎日すごい幸せが溢れてるんですけど、なんか悲しい出来事とかあると、どうしてもそっちに引っ張られちゃったりとかするからさ、うん、ね、あんまりなんかね、そう、ネガティブな感情よりかは、こう幸せなことが幸せなんだっていうことを、ん、幸せが溢れてるんだってことを、幸せ、あれ幸せが溢れてるんだっていうことに常に気づける人でありたいなって思います。うん、ありがとう、生きててくれてありがとう、こちらこそだよ、ありがとうございます。そうなんだよね、そんなにネガティブでいちゃうかそうだね、そうだね、
ねえ、何でもないようなことが幸せだったと思う。なんか歌かな。祈りも流れたけど、あれ今歌かな。今流れたよね。そうで、あ、ロードね。そうだね。そうですよね。そうだから、そうなので、そうなんかね、そう いろいろね、なんか引っ張られちゃったりすることとかもあるんだけどさ、そうだけどね、気づきたいよね。うん。ありがとうございます。だから小さな幸せにも気づける人でありたいなって思うし、常にこう感謝していられたらいいなって思います。うん、ありがとうございます。そう校長先生みたい。本当にありがとうございます。ありがとうございます。うんね、なのでよかったら明日のね声も楽しみですし、日々こういう風になんかこうアイドルできてることに感謝したいなって思います。ありがとうございます。日々元気待ってます。本当ありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます。うわー泣ける、本当に泣ける。本当に泣いてる。本当に泣いてる。絶対泣いてないやつだよねこれ。そうありがとうございます。いっぱい笑っていてください。はい、いっぱい笑っていたいなと思うし、いっぱい笑わせたいなって思ってる。うん、ありがとうございますね。マリナちゃんを教えることが幸せな、本当ありがとう、嬉しい。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あと、あ、今ちょうど 20% の時、あれ 20% の時って 20% の表記出ないっけ。あれ携帯だけ、それもしかして携帯だけか。なんか 20% の時さ、私あと 20% ですみたいな、素晴らしい、なかなか気づけない。あ、本当、今の話で、あれよかった、気づいていただけたかな、よかった、ありがとうございます。でもそうだよね、アイドルになってなかったらって思う時もあるけど、そうなんで、あ、15% か、 15% の時出るのか。今ね iPad ね、今 20% なんだけど 20% の表記出なかったんだよね。あ、バージョンアップして変わったんだ。あ、ありがとうございます。そうだね、大丈夫そうだね、よかったね。ちょっと持ってくれてました。 10% か 15% の時に出るかな。ありがとうございます。じゃあバージョンアップって変わったんだろうね。幸せってなんだろう、幸せってなんだろう、なんだろうね。幸せってでも感じ方人それぞれだもんね。そうだよね、確かに幸せってなんだろうって思えたら、なんだろうね、思うこと。でも笑っていられたらなのかな。美味しいご飯も食べれたりとかすることもそうだしね。そうだね、ゆっくり過ごせる場所があったりとかっていうこともそうだし、こうやってお話を聞いてくださる方がいるっていうこともそうだし、うんね、ありがとうございます。人にそう言えるとは思うんですけどもね。うん、こうやってね皆さんに応援してくださる皆さんに会えることもそうだしね。うん、ありがとうございます。ステージで歌って踊ってる姿を見ていただくこともそうだし、あのステージから見れる景色を見れることもそう幸せだし、いっぱい幸せあるね。うん、今日もやもやしたことあったけど、小さくても幸せ探してみる。そうね。なんだろうね、もやもやしたことがあるとね、そっちに引っ張られがちだけどね。そうだよね、こうゆっくり過ごせるっていうこともそうだし、美味しいご飯が食べれるっていうこともそうだしね。うん、こうやってなんだろうな、そうなんていうんだろうな、言える相手がいるっていうこともいいですよね。うんね、そうだよね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。マリナとモヤモヤしたどういうこと。モヤモヤしちゃっていいの。どういうことなんだろう。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そうなので、全然何か出来事あった時、全然何でも言ってくださいね。私、そう、私毎日ね、あのメールの返信読んでるので、よかったらなんか心の内とか、心の内をこう言えるっていうことも、あのなんて言うんだろう、心の内が言えるっていうのもメールの返信ならではなっていうのは思ってて、そうなので、全然あの遠慮なく何があったとか言っていただけたら嬉しいなって思います。そうメールの返信ってそこがいいところかなっていうのは私思ってて、そう二年目屋に負けちゃったの。あ、そうなんだね、そうなんだね。ショールームみたいにコール入ってるが、公園入ったりとか、ありがとうございます。モフモフしたい、モフ。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。毎日書いております、ありがとうね、ありがとうございます。そうなので、そうメールの返信のいいところだなって思うので、あ、今日誕生日です、おめでとうございます。素敵な一年になりますように。そうありがとうございます。心を見せても大丈夫ですか。全然よかったら、私でよかったら、そう話すだけでも、それよかったら今日こういうことがあってっていうことだったりとかも言っていただけたら嬉しいなって思うし、なんかこう、なんか心の吐き口になればいいなって思ってます。おめでとうございます、おめでとうございます。そうだね、 NGT のメールならではの機能だね。あ、本当モヤモヤしてる、本当よかったら何でも言ってね、おめでとうございますね。みんながこうやって応援してくれるのもすごい嬉しい、私
ありがとうね。ありがとうございます。ハッピーバースデーね。ありがとうございますね。だから全然何でも言ってくださいね。メールの返信読んでるので。そう、あとツイッターもね、ありがとうございます。そう、ありがとうございます。そう、私がさ、1個前にしたガタミーティング、そう、月1で始めようかなって思ってるやつがあるんですけど、5月の目標は SNS のフォロワーを増やすっていうことだったんですけど、そう、本当に返信ありできるのありがたいかな、これ。ありがとうございます。何でも書いちゃってます。あ、届いてるよ。なんかたまにその届いてない時もあるんですけど、それがなんか何か引っかかっちゃったりとかして、ちょっと届いてない場合とかもあったりするんですけど、基本は届いてます。そう、ありがとうございます。増えました。増えました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、びっくりしました。そう、ありがとう、ありがとうございます。そう、ご協力してくださってありがとうございます。ありがとうございます。そう、ショールームは見れなかったりとかするタイミングとかもあると思うんで、必ずメールにこう今月はこうしたいとかっていうの書きますね。ありがとうございます。あ、すごい、応援してくださってる。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。今日誕生日、あ、おめでとうございますね。素敵な1年になりますように。おめでとうございます。みんなすごい、お誕生日の方今日重なってるかな。おめでとうございますね。嬉しい。ありがとうございます。ね、お誕生日の方多いね。おめでとうございますね。ありがとうございます。言ってくれて増えた、やった、ありがとうございます。そう、なので、そう、なんかそのメールにも書いたんですけど、そう、ホトログはね、出来事、その今月の出来事を書いていけたらいいなって思ってますし、そう、メールはそう、今日のあった出来事とか自分の、そう、今日の出来事を書いてて、あと自分の思いとかも書いてたりするので、ツイッターはその皆さんのね、そう、リプを見たりとか、そう、今何してますっていうのを問いかけたいなって思うし、あと自撮りとか告知とかを載せていけたらいいなって思ってます。そして、あ、本当すごく楽しみ、 ありがとうございます。ありがとう。そう、インスタはカメラで撮ったやつをどんどん載せていけたらいいなって思っております。うん、ありがとうございます。大体そうだね、たどりが多いかな、インスタは。うん、そうなんです。ありがとうございます。あ、本当進めてくれた、ありがとうございます。嬉しい。そう、ありがとうございますね。そう、ガッタマンガッタマンね。そう、 SNS の使い分けね、そう、頑張りますね。そう、だから、なので、なんかそう、どうしようかなと思って、そう、インスタの色のなんか統一とかもなんか揃えたくて、どうしようかなと思って、で、多分アプリで色味を必ず揃えるっていうのをこれからしていこうかなと思ってて、そう、メールにインスタにツイッターやるの大変じゃない、でも知っていただける機会だから。そうなんですよね。なんかこういろいろそのたまにね、どうしようかなって、なんかどうやって更新しようかなって悩むことあるけど、全然見ていただけるなら嬉しいです、ね、知っていただけるツールでもあるので、うん、嬉しいです。そう、色味、そう、インスタの色味、そう、なんだろうな、なんて言えばいいんだろうな、レイちゃんのやつで言えばわかるかな。レイちゃんのスケバーアカウントだとちょっとこう、なんていうの、黒っぽい感じの、そう、色味になってたりとかしてて、そう、前のつぐのだと茶色っぽい感じだったりとか、多分こう今例えで言ったら多分きっとわかりやすいと思うんですけど、そう、なんかこう色味を統一できたらいいなと思ってて、そう、世界観がね、そう、作れたらいいなと思ってて、ちょっとね、頑張ります。厚み綺麗ですか？ありがとうございます。そう、つぐもね、そう、色がこだわってたりしてて、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そうなんですよ。だからちょっと、あ、そう、リカちゃんだと、そう、ピンクだったりとかしてて、そう、なのでちょっと頑張りますね。そうね、そう、上手だよね。わかります、わかります。そう、色味ね、そう、色味ね、そうなんですよね。ちょっと頑張ります。本当、そう、本当の、そう、なんかもう全体的に見た時の色味を、そう、どうしようかなと思ってて、そうね、なのでちょっと考えますね、色味。まあ、ずっとね、なんかいろいろ私あんまり、そう、色味とかこだわってこなかったから、これから色味を統一できるためにも、なんかそのアプリでその色味とかも揃えたりとかできるように頑張りたいと思います。そうね、紫もね、いいよね。紫だとね、そうだね、どうやってね、しようって感じですよね。あ、色味だと気にしたことそうだよね。ね、ありがとうございます。そう、ちょっと悩んでる。そう、何色にすればいいんだろうっていうのも悩んでて、なんか結構色とかもいろんな服着るんですよ。いろんな色の服を着たりするからね、ちょっとどうしようかなと思ってちょっと悩んでるんですけど、なんかこう試行錯誤できたらいいなって思っております。そう、セピアとかもいいですよ。セピアだとあれか、ちょっと色あせた感じとかかな。ね、
ちょっと頑張りますね。そう、なかなか難しいんだよね。本当になんか茶色系になったらさ、もう私服も茶色系みたいな。わかる？なんかもう茶色系みたいな、ゆるふわーみたいな。って感じになるから、そうなんだよね。私茶色み、茶色い服もまあ着るけど、基本なんかね、いろんな色の服を着たりとかするから、ちょっとね考えますね。ね、そう、ラベンダーとかね、あ、白っぽい感じね、白っぽいのとかもね、そうだねそうだね、ちょっと考えますね。どうしたらいいんだろうね。ちょっとみんないろんなあのメンバーのも見つつ、あのインスタグラマーさんのインスタも見たりとかして、ちょっと頑張ります。頑張りますね。ありがとうございますね。あ、もうそろそろ歌の時間だね。ごめんなさい、10分過ぎちゃった。ちょっとインスタの投稿についていろいろとお話ししてた。ありがとうございます、ありがとうございます。そうだね、ちょっとそしろっぽく、なんかいつもコントラストはあの下げてるんですよ。下げてて、いつも、あ、え、あ、ここにあった充電器。ちょっと一瞬だけ充電しよう。ごめんごめん、今あのスタンドあるんですけど、スタンドの裏にかけてた。裏にかけちゃってたね、かけちゃってた。マリナったらね、本当にね、裏にかけてた。そう、あ、本当オカマで着てた色いいだ、あ、よかった、本当なんか青っぽい色のやつね。そう、まさかのね裏だった。なんかスタンドになんかちょっとこう、なんかなんていうの、ひょこって出てるところなんですけど、そこにかけてて、ちょっと充電しますね、少しだけ。そう、ありがとうございます。そうなんですよね、見つけました、お茶目なんだから。本当にね、そうね、本当におバカですよね。いや、この間もそうだったんだよね。その、玉ねぎの皮がさ、皮だと思ってさ、床に落ちてて、拾ったらさ、拾おうとしたらガだったっていうのだったり、あの皮ね、逃がしたんですよ、逃がして。で、この間もね、そう、冷蔵庫の中とかもあのね、綺麗にしてたらさ、卵2個落として割ったり、そう、カレー粉を床にぶちまけたんだよね。同じ日にね、そう、そう、卵2個割って、そう、カレー粉を床にぶちまけたりとかしてて、そう、結構ね、こういうところあるんですよね。そう、卵高いのにね、そう、もったいない落としちゃった。そう、もう床で言う料理でしたね、ほんとね。そうなんだよね。あ、指せになったことある。あ、逆のパターンね、逆のパターン。ね、ゆかり料理しちゃうよね。そうなんですよ。あ、配信時間ね、そうなの。配信時間決まってて、私、夜の22時16分。そう、10時16分です、夜の。よかったら見に来ていただけたら嬉しいです。そう、告知は、メールでしてさせていただいたりとか、あと、あそこでしてます。あの、タイムスケジュールに必ず入れてるので、よかったら、ぜひ。あ、金曜日にもし配信するってなった時は、金曜日は21時16分です。はい。ありがとう。え、車で全割りしたからだ。え、どういうこと、全割り、全割りって何、どういうこと、全割りって何。あ、あれね、あ、卵ってことね。あららら、そう、そうなんですよね。ね、そう、あ、それツイートすればよかった。それツイートしようか悩んだけど、なんか悩んだんだよね。そう、ツイートしようか悩んで、お母さんに言ったんですよ。どうしよう、ツイートしようかなって。ツイートの内容もお母さんに相談してるんだけど、ツイートの内容もお母さんにこれでいいかなって言って、そうしてたんだけど、ちょっとなんかこう、なんかドジっ子アピールになっちゃないみたいな言われて、ツイートしなかったんですよね。すいません、こういうことをツイートしていったらいいのかな、なんかドジっ子アピールじゃないみたいな言われて、はい。って言われて、そう、ちょっとね、いや、ドジっ子アピールっていうわけではなかったんだけど、ドジっ子アピールになっちゃないみたいな。って言われて、そう、ちょっといろいろ、いろんな先を考えてくれる母なんですけどね。そう、でもこういうこともきっとツイートできたらいいですよね。ちょっと今後考えますね。いや、母もね、私もね、ちょっとね、考えすぎちゃうところあるんですよね。先をちょっと読んじゃうところがあるので、そう、なので、そうなんですよ。そう、まあ、そう、大体そう、あの、載っける写真とかも、この写真とこの写真どっちがいいかなって言ってお母さんに確認取るので。そうなんですよね。だから私の、そう、なんか、なんだろう、なんて言えばいいかな、まあ、マネージャーっぽいところもあるのかな。何でも相談してます。そうなんですよね。そうだね、ありのままの日常。そうだね、じゃあこれからも日常見せていくし、もし味噌菌が食べれたら、味噌菌食べれましたって絶対必ずツイートするね。
絶対ツイートするね。ギャップ萌え、ギャップ萌えが生まれた、本当に初めて言われたよ。あざとのギャップ本当ありがとうございます。そう、それの大事な報告、そうだね、しますね。何気ないことでもツイートできる、頑張りますね。ありがとうございますね。そうだね、そうだよね。そう、再販あるかな、どうなんだろう、なくなっちゃう、期間限定なのかな、ね、どうなんだろう。ありがとうございます。そろそろじゃあ歌いますね。久しぶりにこのあれ、ああそうだ、イヤホンつけないと歌えないんだイヤホンつけてくださいって言われちゃった。そう、歌唱する際はイヤホン付き、あ、マイク付きだ、マイク付きのイヤホンが必要ですって書いてある。そう、接続が必要ですって言われちゃった。そうだね。そう、みずきん、そう、なかなか巡り合えなくてね。そう、食べたいです。うん、美味しそうだよね。つけましたよ。え、なんでなんで、歌えない日、あれ、なんでなんでなんで歌えない日ですか。あ、歌えてる、歌えてる、よかったよかった、ありがとうございます。落ち着いてください、ありがとうございます。多分大丈夫だと思う。よし、それではちょっとダウンロードを待ちたいと思います。3件回ってもなかったですよね。なんかめちゃめちゃ人気ですよね。あ、明日販売、ありがとうございます。明日販売です。おにぎり、ありがとう、教えてくれてありがとうございます。あ、セブンイレブンさん限定だね。そう、あのみそきんさんね。そう、明日よかったら、ごめんね、これ、そう、この間おしゃべり会の時に、その私のが初販売させていただいてるっていうのを知らなくて、あ、食べそびれちゃったっていう方とかもいらっしゃって、ありがとうございます。ごめんね、私が事前に言えたらね、よかったんですけど、ごめんなさい。そう、ありがとうございます。よかったらぜひ、よかったらお願いします。よかったらよかった、あ、本当、たこ飯食べてない、よかったらぜひ食べてみてください。明日おにぎり販売だそうで、ありがとうね、教えてくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。明日やっと食べ、あ、本当、やめれますか、よかったよかった。あ、ごくごく見てたたこ飯に、あ、美味しかった、ありがとう、ありがとうございます。よかったらよろしくお願いします。あ、ツイッターフォローして、あ、ありがとうね。そうだね、いつもあれですよね、あの店長さんがつぶやいてくださりますよね。あ、そう、ときむすめもなんか今ちょっとね、だんだん少なくなってきて、あのときむすめを使っておにぎりを作っていただいてるので、そうなんだよね、ちょっとあれになっちゃうかもしれないですね。なので期間限定とかになっちゃうかな。そうだね、そう、終わっちゃうかもしれないので、よかったら食べていただけたら嬉しいです。そう、あらね、そうみたいですよね。ありがとうございます。ちょっとごめんね、前置き長くて。ということで歌いたいと思います。それでは聴いてください。そう、ときめきなの数が限られちゃってて、そうなんですよね。なので食べてみてください。どこまで行けば夜明けが見える。暗闇の中で汽車を待つステーション。まるな思い出だけじゃ生きていけない。明日のために愛を探しに行こう。心の羽根羽ばたくこと、続いてくとき感じないまま大人になるものか。僕たちはずっと夢を見続ける。渡り鳥たちに空は見えない、飛んでるのはどこなのか。今風に逆らい包もうとしている。渡り鳥たちひたすら本能的に、いくつもの荒波を大陸を目指している。青春の群像、子供だったのに、そういうアリで作ったのが、ね、そういうだよね。今、何かしたの、世界の暮らし好きになれずに、あれから何度
わかることがある。季節の巡り旅は始まる。僕はどうして行くのだろう。この羽は自然に動いてしまうよ。季節は巡りたくましくなり、若さは道を切り開く。懐かしい思うのは故郷を覚え、夕焼けの美しさ。行ったり来たりしてるのは、飛び出した街と憧れた街。窓の景色は変わらない。眺める自分だけが変わった。大人になるっていうことは何かになれることですか。刺激の間がなくなって当たり前のように春が来る。心の羽羽ばたくこと、好きないまま大人になるものか。僕たちは今どこにいるんだろう。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのか。今風に逆らい包もうとしている。渡り鳥たちに地図なんてない。自作な本能を消しに、いくつもの荒波を対立を目指している。青春の群像、見るか諦めるか。ありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございました。パチパチパチ、ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。今ね 13% だった。一瞬だけねちょっと充電したんだけど、ありがとうございます。今からちょっと充電器もあったので充電したいと思います。よし、ということで今日も見ていただきありがとうございました。今日のハッシュタグは持ったね、よかった持った。今日のハッシュタグなんだろう。あ、間に合いました。ありがとうね、ありがとうございます。本当、私中越新幹線の中で聞いて泣きそうになった。本当いい歌ですよね。なんだろう。今日のハッシュタグはガータピいいかも。じゃあ今日はガータピにしよう。ありがとう、ガータピにしたいと思います。そう、あのこれはコールの話になった時に、そう、私ずっとマーリナで呼んでいただいてて、確かになんかガタねーっていうコールもなかったし、今までそうなかった、ね、みんながねそうなかったよねっていう話してくれて、そうなかったし、あとマリちゃんはあるかな、マリちゃんもあったのかな、あったりとか。そうでも ガータピはないよねみたいなってなって、ガータピも呼びやすいよねみたいな話になって、そうマーキの花壇みたいそうガータピにしたいと思います。あ、全部そうカタカナ、あ、間違えた、間違えた、ごめん、カタカナって言っちゃった、ひらがなにしたいと思います。そうガータピ、ガータピっていうコールも可愛いよねって話になって、そうガータピ、ガータピにしたいと思います。今日はうんね、どうしよう、明日ガータピだったらでもマリナでよろしくお願いしますね。ありがとうございます。そうだね、ゆかちゃん声優コールになりたいのね。そうガータピで、そうあガータピで、じゃあ間違えた、ガータピでじゃハッシュタグはガータピで、あのコールはあのマリナでよろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございます。ということで写真に写りたいと思います。はい、少しタイム、前髪パッツンだから前髪チョキチョキしたポーズします。
えてます。ダブルピースもした子とチョキチョキ、そうチョキチョキしたんで。あ、ほんと、あ、流れた。ありがとうございます、ピースですね。ありがとうございます、CM ね。ありがとうございます、嬉しい。ちゃいましたか、ちゃいたかな。寝るもいい、ありがとうございます。本当娘さんがダブルピースするの、かわいい。覚えたんだね、ピース。ありがとう、大丈夫かな、取れたかな。ありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございます。それではお名前を呼びさせていただきます。13位がクライスアット虹ヶ岳ワンタン温泉猫鹿さん、ありがとうございます。はじ、ありがとうございました。こちらこそ、7日久しぶりに会えてとっても楽しかったです。劇場は27日まで流れないので入れた時は全力マリちゃんコールしたいと思います。ありがとうございます、待ってるね。ありがとうございます、桜の花と写真ありがとうございます。ありがとうございます、待ってるね。ありがとうございます、またよろしくお願いします。そして12位がだっちゃん猫カニさん、ありがとうございます。配信お疲れ様でした。明日は全力コールしてポキさんの、リバイバル初日をお祝いしたいと思う。そうですね、一緒にお祝いしましょうね。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、私の写真ありがとうございますね、またお待ちしております。ありがとう、一緒にお祝いしましょうね。そして11位がハマジさん、ありがとうございます。またお待ちしてますね、ありがとうございますね、ありがとうございます。続いてが、10位がビッグレンダーとワンタンビールさん、ありがとうございます。明日の声出し楽しみです、ありがとう。今の写真かな、ありがとうございます。またお待ちしてますね、気をつけてお越しください、ありがとうございます。皆さん気をつけてね、来てくださる方ありがとうございます、私も楽しみにしてます。そして9位がミヤノミッキーやあと味噌菌食べたいさん、ありがとうございます。マリちゃんのショールームでの話はツイートで癒されてるので、これからもよくね、明日の公演でコールするね、ありがとうございます。あ、写真もありがとうございます、ありがとうございます。あれ、なんか消えちゃったり、大丈夫かな、文章が映らなかった、大丈夫かな。ありがとうございます、なのでお待ちしております、ありがとうございますね。私も味噌菌食べたいですね、明日よろしくお願いします、ありがとうございますね、またお待ちしてます。そして8位がビン0204ガチャケピオゆか七海リンさん、ありがとうございます。9年目もマリちゃん1です、よろしくで、ね、ありがとうね、9年目になるんだね、すごい、ありがとうございますまたお待ちしてますね、ありがとうございます。そして7位が見た後ゆかの人さん、ありがとうございますでゆぎのゆかさんと NGT48 と大塚のなみさん、おお、ありがとうございます、応援してますね、ありがとうございますねありがとうございます、よかったらまたお待ちしておりますね、ありがとうございます。ハンギョンのかわいい、ありがとうございます。そして6位がノーマスターと西荻大好きマンさん、ありがとうございます、またお待ちしてますね、ありがとうございます。そして5位がてっぺあとワンタン猫足跡さんかな、ありがとうございます。明日の公演は DMM で見させていただきますね、あ、風味とかにしてうまいで美味しいです、ありがとうございます、ありがとうございます。あメイドの写真ありがとうございますねめっちゃありがとうございます、よかったらね、ぜひチェック、あ、もうチェックしてくれてるかな、ありがとうございます、またお待ちしてますね、美味しいですよね、ありがとうございます。そして4位がみのきちゃんとまりなしかさん、ありがとうございます。あ、ツイッターの写真もありがとうございます。はい、お疲れさん、明日はガタピーじゃなくてマリナコールをたくさんできるように頑張りますね、ありがとうございます、よろしくお願いしますね、ありがとうございます、嬉しいです。ガタピーだとちょっとびっくりしたねマリナコールよろしくお願いします、ありがとうございます、すごい感動、よろしくお願いします、ありがとうございますね。そしてあ、メガネ曇ったら笑ってください、笑いますね、ありがとうございます。そして3位がケイアと新潟さん、マリナの毎日が幸せで笑顔で、幸せで笑顔が溢れますように、明日の声も楽しい、ありがとう、ありがとうございます、そう言ってくださってありがとうございますね、皆さんの笑顔も溢れますようにね、ありがとうございます。 DM で応援してます、ありがとうございます、またお待ちしてますね、ありがとうございます。そして2位がせつなとワンタンさん、明日お昼公演参加します、久しぶりのコールできるのめっちゃ楽しみ、新潟西潟ありがとうもうコールしてくれてありがとうございます、お待ちしてますね。あ、メイドの写真もありがとうございます、よかったらぜひよろしくお願いします、ありがとうございますね。そして1位がケンニービールメガハトゴリラさん、ありがとうございます。ツイッターのフォロワー増えてよかったら、ありがとうございます可愛いんだからどんどんドジッコアピールしてください、いいんですか
髪色に似合ってユキですよ。今日も可愛い映画を堪能させてもらいました。楽しい配信ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。どんどんね、あのツイッターも更新していきますね。ありがとうございます。あ、この間の写真、フェスの写真もありがとうございます。1位がケニさんでした。ありがとうございます。大丈夫かな、みんなの夢を読めたかな。クライスさん、だっちゃんさん、ハムジさん、ビッグレンドさん、宮野ミッキーさん、ビーンさん、ミッタンさん、ナーマスターさん、テペさん、ミノキチさん、ケイさん、セツナさん、ケニさん、ありがとうさん、あ、ごめんなさい、12位がルルさん、あれ、なんか倒れちゃった倒れちゃってる、あれありがとうございます。またお待ちしてますね。ごめんね、順番入れ替わっちゃったね。ルルさん、ありがとうございます。そして12位が稲葉さん、マリナシカさん、ありがとうございます。ありがとうございますね。学疲れした、今日もありがとうございます。ルルさん、稲葉さん、ハムジさん、ミクレンドさん、宮野ミッキーさん、ビンさん、ミッタンさん、ナーマスターさん、テッペイさん、ミノキチさん、ケイさん、セツナさん、ケニーさん、ありがとうございます。それでは今日も見ていただきありがとうございました。たくさんのコメントアイテムありがとうございました。ありがとうね。またお待ちしてます。配信ありがとうございました。またね、ありがとうございます。6月まで待ってるよ。ありがとう。明日も楽しんでね。ありがとう。あ、本当かわいい。ありがとうございます。それではまたね。明日頑張るね。ありがとう。来てくださる方は気をつけてお越しください。そして DMM 見てくださる方にも楽しんでいただけるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうね。気をつけて来てくださいね。ありがとうございます。またね。おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。ありがとう。楽しかったです。ありがとう。また明日ね。ありがとう。バイバイ。またね。